今回は、上野駅徒歩約5分のところにある、火鍋専門店の種合わせに行ってきました。こちらの上野店では、ランチタイムに中華料理バイキングをやっています。平日の11時から15時、料金は1200円です。以前は1000円だったっぽいです。エレベーターで6階へ。外観から中華っぽい。入店。内装も凝っていて中国感ある。バイキングメニューはこんな感じ。スープ2種類。ニンニクの芽の炒め、チンジャオロース。これ名称わかりません。鶏肉の炒め、干し豆腐の炒め。豚の角煮。唐揚げ。あとは、副菜少々って感じ。コーヒー一杯付き。セルフサービスのお水。早速取っていく。メニュー名を店員さんに確認したのですが、バイキング用にやっているものなので、正式な名称はないみたいです。なんとなく料理名想像してください。おそらくメニューも日によって多少違ってくると思います。一巡目。それでは、いただきます。これは、骨についてる周りの肉を食べる感じ。一個の食べる部分は少ないです。味付けは豚の角煮です。本格的な中華っぽくて、全体的にピリ辛が多いです。2巡目。11時ごろ入店したときは空いていました。12時過ぎると徐々にお客さんが増えてくる感じです。中国人らしきお客さんが多かったです。3巡目。唐揚げは間違いないのでリピート。4巡目。これは香草が入っているのか独特な味。ニンニクの芽の炒めもリピート。
最後にデザート、杏仁豆腐とフルーツ。デザートは1種類につき1個まで、コーヒー1杯は無料。ごちそうさまでした。おしまい。